代理でウプ主をしているかぐやです。あ、間違えました。第2という立ち位置でいる第2のウプ主です。豊姫さんは現在、自己治療を行っており、徐々に回復しているとのことで、Twitter の方も復帰できそうな感じなんです。別に面倒くさいとかの理由で投げ出したわけではありません。エンディングで画面で毎日発信していますというテロップに矛盾が生じますからね。で、どうして第2のウプ主である私があまり動画に出てこないというと、私の出番があまりないんですよ。このチャンネルのレギュラー的ポジは小石さんだったり、マリサさんだったり。私はニートだから、動画を編集しているから、そんな理由で、出れないという哀れなき事態を見ていますからね。よく見るとこの辺でも表情が変わってませんね。ということはまだ変え方を知らないということなんです。はい、本日は茶番動画を予定しておりましたが、急遽こんな動画になってしまいました。すみません。そして最後に一つだけお知らせさせていただきますね。当チャンネルはほとんど投稿ペースが早いのか遅いのか自分でわからないのですが、当たり前のように投稿が続いてます。投稿できていない日もありますが、この話はいくつかの動画にも取り上げていたんですが、それはウプ主の所為で、大丈夫なのか、それも体力的な話で、と。なんとか持ちこたえてはいますよ。私は代理的な立ち位置でいるし、なんとかなるかなって。お知らせするのになんか違いましたね。今月の15日、16日、17日はイカちゃんさんのリアルの事情で、動画投稿できないということになりました。なので、この3日間初めての投稿はお休みとなります。別に18日からは普通に戻ります。リアルでネットが使えないという状況になるなら、投稿も延期したり、休暇したりと。世の中何があるかわかりませんもの。なので、今後のことをこういった形でお知らせできるのもいいかなと思っております。これがお知らせでした。しかし、このチャンネルはあくまでも趣味で動画が投稿されているもの。だから中の人が死なない限りは生きているかもしれないし、チャンネルが壊滅などを起こすこともないと思います。ただ著作権を破る範囲のことは避けていきたいです。そして最後にこれを言わせていただきます。星のカービィロボボプラネット BGM、VS スタードリーム、星の夢第一形態。の再生回数が2万回をいきました。正直ビビりました。ちなみに高評価は